それでは3分間で議論スタートしていきましょう。おはようございます。おはようございます。なんかある人、何かある人言ってください。じゃ逆に村人から言ってみる。村人、村人、はい、終わりです。村人終了しました。手あげようとしてた方いらっしゃいますけど私ね、役職あります。村人2人しかいないの、何役職あります。じゃあ役職はござるということでよろしいですか。そういうことになります。あ、でも回答とかね、あの、競合世代一緒かも、一緒一緒って、あの同じ陣営っていう。確かに。じゃあ何かをちなみに言ってもらってもいいですかね。せ、せんのなしか。いいよ、いいよ。占い回答。おお、なんて言ったら、何かも、おどおどとした。おどおどとした仲間かも。だどうぞ。うんうん、私はね、あ、いいよ、先いいよ。村人、いや、おお、私はね、伏せカードを見て、おー、強っ。人狼と、村人だった。あれ、じゃあ人狼、人狼、じゃあ人狼と村人だったから。あれ、人狼と村人、人狼と怪盗か。テルテル、ん、テルテルか。人狼とテルテル、あの、ミカミンが本当のこと言ってたら、二人ともが本物の世界に生きてた場合は、人狼とテルテルということになっておりますけど、二人とも本物じゃないと思うんだよな。え、人狼ってこと。いや、片方が偽物だと思うんだよね。なんか、人狼とテルテルに見えないかなって感じ。だって、うん、テレテレいるとしたら何か言った方がいい気がしてて、うん、占い師とかってこと。なんかどっちかがテレテレだと思う。そうなんだっていうテレテレに見えなくもない今。テレテレ、確かにね、初めてテレテレ引っ張ったみたいな。そうか、あ、って私テレテレ、テレテレ、僕はテレテレ、うん、私目線は、そう、三上が嘘ついてるか、うん、あやっぺが一人狼かどっちかだね。私は人狼ってことか、三上がどっちか。うんうんうん、言っていい、うん、私回答で交換して誰と回答。うわ、誰と回答の。誰でしょう。誰と交換。今何になってる。今村人になったの。誰と回答村人だったの。誰あれ、怪しい、これテレテレだな。怪しいな、怪しいな、言わないのも怪しいな。え、言っていい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 、三上の書いたの。え、おかしい、ダメだ、おかしいわ。三上は、三上だって村人じゃないでしょ。あ、私はまつりちゃんと変えて村人。え、だってさ、あやっぺが回答で三上人間と変えたんでしょ。三上ただの人間なのに嘘ついてるってこと。嘘ついてる。え、待って、でもこれも言う、これどっちだ、誰って。人狼が照れてるか、どっちだ。私、あの、一人狼なのね、この世界に。うん、だから結構テルテルだったら普通に祀られそうだったから。テルテルかな。あ、いや、人狼だと思ってる。テルテルじゃない、人狼。あと、テルテルと人狼、なんかね、サンタ本物っぽいね、どっちも。うーん、本物っぽくない、二人とも。どうも、どうだ、なんかね、テルテルがこんなになんか意識的で動くと思わなくて、うん、え、何あんた。結構サラサがテルテルに見えてるから、早くも人狼かな。でも、まつりちゃんと一緒にすぐ出たじゃん、村人って。出たね。出たでしょ。どっちよ、わかんない。テルだと思うんだけど。え、待って、わかんないよ。議論時間終了です。投票に移ってください。テルテル投票しちゃダメなんだよね。ちょっと待って、ちょって、あ、うわ。よろしく、あげた。はい、行きます。3、2、1、トン。あ、あやっぺに指してる方手を挙げてください。2人、あやっぺにしてくださいね。じゃあ、まつりちゃんの人、はい、1、さらさちゃんの人、2。では、さらさちゃんとあやっぺは、追放となります。どっちも追放。さらさちゃん、開けてください。何者だ、お前は。さらさちゃんの正体は、え、怪盗です。え、何この世界。え、あやっぺ開けてください。あ、人狼。え、勝った。なんか知んないけど勝った。なんか知んない。村人の勝利です。では、どれ、村人開けてください。村人の勝利だ。村人です。三上開けて。村人だ。いや、ダメでしたね。出てるか、出てる。私は人狼でした。え、そこ。伏せカードが村人と占い師でした。え、すごい世界じゃん。私は人狼だったので、あの、飾って、ガチかと思ってた。なんか、あやっぺが本当に照れてるかと思って、照れてる殺しちゃいけないと思って。あ、交換したってこと。私じゃない人と交換したんだね。ごめん、私。 あなたが、誰が、回答で、回答でさらさちゃんと交換してたんだけど、違うになってた。だから面白い、一
瞬なんかこう目に合ったよね。そうなんだ。だからなんか素直に言うのどうなんだろうとか思っちゃって。確かに素直に言ったら負けちゃうね。そう。確かに。まさかのテルテル。テルテル。ミカミが途中まですごい整合性があってたから、あ、やばいこれ釣られないかもと思ったけど、あやっぺが出てくれて、あ、これ釣られるかもと思ったら、あやっぺ釣られる方向だった。あ、もう何も言わない。すごいね、ごめん。あやっぺちゃん、あやかちゃんとサラスちゃんが人狼同士だ。なるほどね。そう、ドキドキするよね。ドキドキする。2択に技をして、だからテルテルにしてたの。そう、ずっとテルテルにしてた。人狼が釣られた村人の勝利でした。これ喜べないね。そうですね、テルテル三上を負けでしたね。はい、ということで次のゲームに行きましょう。ベイビーウルフ、では3分間で始めます。おはようございます。おはようございます。今日はね、部屋村な気がするよ。怖い。いや、もうこの顔は違うよ。もうテルテルでしょ、あなた。いや、見ちゃったんだよね。何を？ミキミキさんが人狼だって。はあ、なるほど。平和村じゃないじゃん。平和村じゃなくない？平和村。ある意味平和ってことか。あ、まあ、確かに見えてる。もう一人いるかもしれない。あ、私人狼ですよ。うん？会長の可能性ある。私人狼ですよ。いや、テルテルなんじゃない？ちょっと素直すぎるけど。テルテルか、テルテル語りの人狼か。か、村人か。村人でやる？これ。私人狼、まあ確かに私が村人で反応見たくてやってるっていう可能性もありますね。え、人狼でやってるの？それは私は人狼ですよ。あ、そうなの。じゃあ釣りましょうか。え、でもテルテルっぽくない？え、でもあなた人狼でしょ。人狼じゃない。人狼でしょ。二狼の可能性ある。二狼で助けずに自分のですって言ってるの。そしたらテルテルだと思って釣られないと思ってる。なるほどね。でも助けてあげてないじゃん。助けてくれてない。サラサちゃんも村人なの？そうだよ。また村人なの？いや、村人に愛されし子だからちょっと話しててどうぞ。いや、みずきさんは。サラサちゃんが人間なのは知ってるんだ、私。なんで？なんで？怪盗だから。おっ、ねえ、見た？今の口元見た？今の口元見た？何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 ？そんな下手くそな方にある？びっくりしちゃったもん。ちょっと一応聞きますか。なんで、はい、怪盗でサラサちゃんと交換したから村人だったから、うん、ここはもう結託。もう結託。え、人狼だと思わない？え、マジ人狼だと思わない？え、だってさ、どっちを信じるかじゃない？だってど、あの鳥ちゃんかミキミキ、どっちかは嘘ついてるの絶対。確かに、うん、確かに。だからそうだよ。どっちが本当のこと言ってると思う？サラサちゃん。だってミキミキは嘘ついてる可能性全然あって、サラサちゃんが自分は村人だよって言ったから、ミキミキは怪盗で、サラサちゃんが人間って言ってるから。そうだ。でもさ、最初の顔見た？何？すごい、もう私はすごい笑顔で。そう？じゃあ平和村だと思って言ってたもん。平和が良かったっていう顔を私は信じることができない。困っちゃな。まあ二人はね、信じられない、お互い信じることはできないから、まあ、こんなことになるのよって見つられようとしてるけど、カラッと思ってる。カラちゃんは、いや、だから人狼ですよ。うん。それは怪盗釣ってほしいの？うん？うん、釣ってる。これは釣ってるだぞ。これは釣ってるだぞ。いいじゃない、あの、自由に殺してみて。殺してほしいの？これはえ、どういう気持ち？気持ちが、どういう気持ちが、あれ、ミキミキです。しかも一人。まあ、やだー。ごめんなさい。人間の人に勝った。勝った。イエーイ。ごめんなさい、ミキミキさん。あ、あれ、トレちゃん、トレちゃん。え、いやいやいや、撃ってよ。あれ、ハラちゃんから開けましょうか。はい、
ごめんなさい、人狼そんな人狼同士ある楽しくなっちゃった。守ったんでしょ、私なりに。守ってないよ、それ。では、さっちゃん。はい、てるてる。うわぁダメだダメだやった死んじゃおったこれは最高死んじゃおった。はい、みずきちゃん、村人でした。さらさ、村人でした。そうですよね。ご覧いただき、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。回答何だったかな。祭りおイエーイ。あー、どうなんだろうね。釣られたくないって言いながら釣られに行くテルテルとかもあるもんね。すごい、なんか釣り付けが激しい。